本日は静岡空港向かってます。これはリムジンタクシーで静岡空港まで、家から静岡空港まで送り迎えしてくれる、片道2000円で空港まで連れてってくれる空港リムジンタクシーです。車内はただ普通のタクシーかな、普通のタクシーだけどね。今日は2人だけだからね。家の前、ね、横付けして静岡空港まで行くっていう感じです、うん、その流れを今日撮影しながら撮っていきたいと思います。サチタイチャンネル行ってみよ。こんな気がするね、誰もいない。はい、今からは静岡空港から向かって、うん、こんな感じで熊本空港に行きたいと思います、はい、で熊本空港行ったら今日は高千穂の方に行ってみたいと思います。そしてその後宮崎を回り、また熊本空港に戻って帰るっていう感じ。4泊5日バースデートリップ行ってみよう。ゴルフもやっちゃうぞ。皆さん楽しみにお待ちください。ではまた。はい、富士エアダリング。坂斜めてない。ここだろ、9だよ、ここ9、ここ機内結構富士エアラインどうですか。向かって車を走らせてもらってます。運転はこちら、はい、サチです。で誕生日旅行のね、サチさんのね、この運転さばき、田舎ハットピコ、いいね田舎。宮崎からマンゴー、はい、到着高千穂温泉。チャンネル登録してね。行ってみよう。